検診が正常範囲なら大丈夫？すっぴん内科医松本の DNA ダイエット&ライフスタイル、遺伝子に沿った食事と生活、中年男の基本シリーズにようこそ。検診などの検査が正常範囲ってどういう意味でしょうか？前回は浴槽のお湯が少ないうちに自己管理を始めればお湯が溢れることはない、つまり痛い痒いといった病気になることはない、だから自己管理を始めましょうという話でした。そういえば20歳頃と比べるとかなり体重が増えたけど、この前の検診では異常は言われなかったという方も多いでしょう。検診などの結果で異常言われなかったというのはどういう意味があるのでしょう。逆に言えば検診ではどれだけのことがわかるのでしょうか。はっきり言って大したことはわかりません。体に何らかの異常がある場合、必ず細胞や遺伝子というミクロの小さな世界では正常とは違うことが起きています。人の体は60兆個の細胞からできていると言われますが、その一つ一つやさらにその細胞の中身を丁寧に分析していくことはできません。電子顕微鏡や遺伝子解析を使っても全てのことがわかるわけではなく、つまり細胞単位の小さな世界に異常があってもなかなかわからないのです。確かに21世紀になって人の体に関して以前よりも圧倒的に多くのことがわかるようになってきました。検査の種類もいろいろと増えてきました。それでも検査でわかることはわずかです。どんなに精度の高い内視鏡や CT などの画像診断を使っても観察できる大きさには限度があります。血液検査などで調べられることはかなり増えたものの、やはり限度があります。まして検診は精密検査に比べると本当に大雑把な検査です。私も聖路加国際病院の予防医療センターで検診にも携わっていたことがありましたが、この人間ドックだけで健康かどうかを聞かれても困るなぁといつも思っていました。だから私たちは検査では正常範囲内という言い方をするのです。あなたは健康ですとはなかなか言えません。もちろん検診に意味がないということではなく、検診で全てがわかるわけではないという意味です。また何かの症状があっても理由がわからないということもしばしばあります。例えば腰痛があってもどこの部分がどのように悪くて腰痛になっていると断定できない場合があります。医学はまだまだ発展途上なのです。つまり検査が正常でも既に細胞というミクロの世界では異常があることはよくあることなのです。でもそんなことを言ってもキリがありません。ここでは自分でできることをやっていきましょう。もう体重は測り始められたことと思います。もちろんそれは記録しておいてください。さあ今日の課題です。今日はお腹周りを測ってみましょう。ご自分で鏡を見ながらお腹を出したりへこませてみてください。背中を丸めてお腹を突き出した状態と背筋を伸ばしてお腹を引っ込めた状態、かなり違うのがわかるでしょう。体重が減らなくてもそれだけでビフォーアフターになってしまいそうです。さてここではできるだけ正確にしましょう。背筋を伸ばしてお腹を引っ込めて測るのです。ズボンのウエストの位置ではなく、おへその高さに巻き尺を水平に巻いてください。一人で測る場合は面倒でも鏡を見ながら巻き尺が地面と平行になっているかどうかを見ながら測ってください。おへそが下にある場合は肋骨の一番下と腰骨の高さの真ん中で測ってみてください。測ってみた数字や感想をコメント欄に書いていただくと漏れなくお返事いたします。検診異常がなくても何も症状がなくてもご自分の寸法を知って自己管理を始めましょう。さて食べ物や生活で起きる病気はよく言われている以上にたくさんあります。次回はそんな話です。青いところをクリックしてもらうと次に続きます。DNA ダイエット&ライフスタイルでは人の遺伝子に沿った食事と生活でいついつまでも元気はつらつに生きる方法を紹介しています。チャンネル登録をお願いします。パソコンの方はここをクリックするだけです。それ以外の方は動画の下に登録ボタンがあります。メルマガ登録もどうぞ。メルマガに登録していただくとちょっとした工夫でお金をかけずに元気になるもっと嬉しい医学的な方法を紹介します。今日も最後までお付き合いありがとうございました。またお会いしましょう。